どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回ですね、こちらのボノーラの靴をですね、旧ボノーラの靴を磨いていこうと思ったんですけども、前回もやったはずですけれど、ちょっとね、まあ、あれから2週間くらいで経っちゃってて、まあ、とんでもない期間が空いたので、なんかね、ちょっとまだ感想が見られました。うまく、乾燥じゃない。保湿できてないな、これ。ということで、軽くね、ケアをしてから、磨こうと思います。で、おそらく磨きは、まあ、クレーム塗ってから、表面磨きをするんですけど、いつも通りのね。まあ、ちょっと、鈍くなっちゃうかな。うん、長すぎると思う。多分、これケアを入れちゃうとね。で、ちゃんとさ、早磨き、してもいいんだけど、最初だしね。最初だし、あんまりまあ、正直早磨き、爆速メンテナンスって、まあ、ちょっと、手抜き感があるんですよ。いや、光るからいいんですけど、全然。なんかもう向き合いたいっていうか、靴そのものと。向き合いたいから、しっかりと磨きたいんですよ。ゆっくり。ね、焦らずに。だからね、ちょっと、と鈍くなるかなっていうふうに思います。ああ、関係ないですけど、さっき今転がったじゃん。ね、モンテクリストチューブ、葉巻が入ってるチューブなんですよ、これ。チューブって入れ物ね。で、加賀屋っていう新宿にあるね、葉巻屋さんみたいなタバコ専門店にそんなところあるんですけど、そこをいつも行ってたんですけどね。まあ今自粛で、まあそもそも行くともう非国民扱いだから出歩けないんだけど、そもそも。まあ行ったとしてもね、なんか閉まってるっぽいね。さっきオンラインショップ見てたらね、閉まってたわ。もうオンラインショップはやってんだけど、お店そのもの店舗は閉まってるらしい。からまあ今まだ実はゴールデンウィークちょい前なんですよ、今撮ってるのは。まあゴールデンウィークちょい前じゃなくてもずっと吸ってんだけど。ずーっと吸ってんだけど、もう、ゆっくりしたいなと思って。ゆっくりするためにね、ちょっとあれもこれもって感じで、試し買いみたいなわけではないんですけど、遊んでない、全く。だけどね、クラブサイズのミニリトルシガー、まあ、普通のタバコみたいな感じですね、紙巻きの。あんな感じの葉っぱバージョンみたいなね。そんなやつがあるんですけど。それがね、20個入りのやつがあるんですよ。20本入り。まあ一般的なタバコもそうだと思うんですけど。一般的なタバコって、それ20本で、1じゃない、500円前後じゃないですか。ものによりますけど、銘柄に。まあ、高いと510円、いくらくらい？あんま見ててね。吸わないから、そっちは。でね、まあ、そのリトルシガーというものになりますと、一箱20本入りで3000円くらいするんですよ。昔のワンカートンだからね。昔のワンカートンだからね。ちょっと、もっと遡れば、ワンカートン以上するよね、昔の。普通のタバコで。まあだからね、いや高っと思うかもしんないじゃん。けど、あれ別に、チェーンスモークするわけではないんですよ。ああいうのは匂い、香りを楽しむものであって、まあ、吸って、すごい吸っても、3本くらいでしょ、1日。すごい吸ってもね。まあだから、150円と考えてみる。450円。意外と安く済むっていう。そんなこんなで、ちょっとたくさん買ったんですけど、1万6000円になっちゃったんだよね。って感じでしたね。1万6000円来たかと。で、何も考えずに、あ、これもいいんだよな、これもいいわ。あ、これも買っとこう、みたいな。でね、違うんだよ。普通のタバコと違って、普通のタバコもやればいいらしいんですけど、
あの加湿をしなきゃいけないの 72% くらいで。でリトルシガーもしなくてもいいのかな、わかんないけど、した方が確実にうまいの、確実にうまい、あの尋常じゃないうまさ、半端じゃない、なんで今までやらなかったのみたいな。いや、やってたんだけど、最初から分かんなかったから、逆に分かんなかったからやってたんだけど、すごいうまいからね。加湿するためにちょっとでヒュミドールっていう入れ物があるんですけど、何の話してんだろうね。まあなんか意外と葉巻好きな人多いから、まあいいかな、どうせ今前と同じことやってんだけどし、まあ、今クレームやってんだけど。でね、そのヒュミドールっていう、まあ、おすすめはスペイン杉のものでできたものなんですけども、箱があるんですよ、葉巻ケース、まあ、でかさはそれぞれなんですけど、でそれにね、その中を 72% くらいの湿度に保つんですけども、あの隙間がありすぎるといけないんですよ、バラバラになっちゃって、湿度がバラバラっておかしいな、あのスカスカになっちゃって、あの乾燥しやすいから良くない、だからあまり開けない方がいいんですよ、ああいうのって。っていうことで、まあ、切らすのは良くない、そして長く置いておいた方が、長ければいいと思うんじゃないんだけど、まあある程度1ヶ月とか、まあそんくらいかな、適当だけど、入れといた方がいいんですよ、加湿しておいた方が。だからね、一気に買ってまと長く入れておいて、で後で吸うっていう、まあ、そういう感じでねやりたいなってふうに思って今ね喋りながら思ったんですけどね。ってことはさ、ヒュミドール2つくらい必要じゃない、俺1つしか持ってない2つくらい欲しいな、そしたら。いやでもな、違うんで、ヒュミドール入れ物をさ買っちゃうとさ、こういうのすごいわかると思うんですけど、埋めたくなっちゃうんだよ。だから無駄に買っちゃいそうでね。まあ、ああいうのは、いろいろ試してなんぼだと思うから、うん。靴クリームみたいなもんで。ねえ。試してなんぼだと思います。だから、たくさんの銘柄をっていうふうに、タバコを助長してるみたいなね。子供向けの動画ですかって最近なんか、出てくるんだけど、YouTube 上げるときに。絶対子供向けじゃないね。ダメなんだっけ、あんまりタバコとか映すの、 YouTube もどうなんだっけ、いろいろあるんですよ、規約がどんどん変わったりするのかよくわかんないんで、じゃあブラッシングしましょう。今ねクレームをのブラウンをまずニュートラルを塗って油分補給して、その後ブラウンを、ね、塗りました、全体に。そして、コバはブラウンだと変なになっちゃうんで、ブラウンの蓋にあった赤茶色でね、私が以前作ったやつだと思うんですけども、そちらを塗りました。多分、ブラウンとエルメスレッドを混ぜた色です。今考えたらさ、クレームもっと赤い色を買った方がいいよね。チェリーみたいな。赤はね、結構重要だから、あって全然そう。チェリーそのものの色は持ってんかね、一応。一応あれとか合うかな、フラテリロセッティ何それって思う方、視聴者さんの中に一人、何人かいるかもしれないけど、一人ねフラテリロセッティ持ってるって方がいるんですけど、あれね履いたらね、前も言ったな、これこの靴の磨きの時に前言った気がするわ、すっごい良かった、めっちゃくちゃ良かった、フラテリロセッティ、フラテリジャコメッティはわかんないけど、フラテリロセッティは最初でもフラテリがね、フラテリだと思ってた。フラテリジャコメッティだと思った。フラテリなんだ。まあ、ロセッティ。最後の一つ前にちっちゃいつが入ること多いですよね。なんかイタリアって。他何があるかなって今思ったんだけどね、何も思い浮かばなかった。こういう時にね、思い浮かべば、あら、これさ、なんか最近さ、すぐあれするんだけど、取れるんだけど、何これ？ボンドでくっつけようかな。ボンドっていうかアロンアルファっていう。
アロンアルファ。なんか前、世界仰天ニュースでさ、いつだかわかんない、結構前だけど、目薬と間違えてアロンアルファを目に入れて、まつげ全部引っこ抜いてどうにか対処したっていう、おぞましいものをね、見たことがあってね、それ以来恐怖なんだよ。どうでもいいけど、すごいね、この靴。え？すごくない？こんな薄茶なのに。薄茶ではないか。薄茶って言ったらもっと、トリッカーズの、栄光以下みたいな、栄光以下。なんだっけ ?1001 バーニッシュだとかね。ずっと言ってる人がいて覚えちゃった。あんな色が薄茶って言ったら、まあこんな色とかね。普通の茶なのかな。でもちょっと薄めっちゃ薄めだよ。シミとか結構目立つ色で。いや、こんなさ、薄茶とか茶なのにさ、こんなギラギラしちゃってすごくないですか？え、なんかもうこの味がいいね、これ。このなんか。これがいいわ。逆にいいわ。私、薄茶、もういいや、薄茶ね。これ、薄茶ってことして。薄茶の靴ね、あんま好きじゃないんですけど。もう味があるといいよ。自分で味を出すのがね、一番なんですよ。絶対に。もう、嫌っていう、その否定的な意見があるかもしんないけども、まあ、それを聞いたところで、私の中では、自分で味を出した方が確実にいいのは絶対的なんですよ。だけど、そこまでして履きたくないっていうか、薄茶の靴を。だからね、元からこういう風に味のある革はいいね。しかもこの靴、ヴィンテージのね、ジョンロブも作っていたような、ジョンロブの OEM を受けていたような、ボノーラのイタリア、最高級靴みたいなもんだから。ボノーラっていくらすんだろう、定価で、当時。今、あ、ないの？今あんのか、一応。今この品質で出したら、まあ、20万は軽く超えますよ、ね。絶対20万円以上するんでしょ、これ。これで10万円くらいだったら絶対みんな買ってるよ。まあ、私買わないけどね。お前は買わねえのかよ。俺は買わないよ。いや、だって、こんなの、こんなのって言ったらひどいな。買った人がいるわけだからね、元は。でもかなりいい靴だよね。すごい綺麗だな、本当に。いや、どうしよう。どんなワックスにしようかな。いや、でもなんか結局今自作ワックスをね、使いたい。自作ワックスの効果を知りたい。濃いんだけど、ね、全然色違うでしょ。もうコバと合ってるよね。だけど、まあ、意外と塗ると、そんなに、変でもない。なんかね、赤茶っぽいから、べっこうみたいな色になると思うんですよ。この色的に。元の革の。だから、べっこうっぽい感じに仕上げようかな。まぁ、ちょっと全体的に塗ってみましょう。ああ、俺、綺麗だからさ、薄く全体に塗ってみようかな。今、単純に、磨くときに、水つけるときに、うん、撥水性良くするためにつけただけなんですよ。うわっ。これね、シームレスヒールね。磨くとき戸惑うんで一瞬。なんかどうしていいかわかんない。やっぱ、ね、ここにあるかないかだけでこんな違うって面白いよね。そんな差っていう。なんか、シームレスヒールってさ、スーツで言うと、ホンダイバとかそんなところじゃないかな。ホンダイバの方が、個人的にはやっぱり、やっぱ好きっすね。いやー、ほら、裏地はね、そんなに好きないんだけど、裏を見るのが好きなんですよ。だこだわってはいるけど、でも変な裏地は使ってはない、特に。まあピカピカさんにそそのこされて、ね、変なの買っちゃったんですけど。なんかね、シルクの裏地とか言って、大麻草みたいな見た目の、なんかっていう、もう、ちょっと、よくわかんないんですけど。まあ、シルクでね、結構高かったんだよ。裏地だけでも。1万円以上したかな。あ、1万円か、ちょうど。で、
袖裏友字にしちゃうとすごい高くなっちゃうんだけど、まあ、袖裏は別にいいやって思って普通のキュプラにしたんですけど、そこはまあそれもオプションなんですけどね。一応あのシルクの裏地はあんまり良くない気がするそん時分かったけど、なんかねそのシルクがダメだったのかもしんないんだけど、なんかペタペタするっていうかな、なんだろう、さらっと切れない引っかかりがある。うん、まあでもペタペタするって言ってもあの例えば汗ではないな、あの、まあ、なんかその粘土があるってわけじゃないんだけど、なんかね引っかかるんですよ。まあうーん、すごいわけわかんない例えすると絨毛みたいな絨毛みたいなね、絨毛が何かわかんないって方、あの腸です。腸の栄養を吸収するところです。なんかあの腸ってまあいろいろ管になってるね、管だけだと表面がねサラサラしてると、まあサラサラした分しか栄養をね奪うっていうか取れない、摂取できないけども、絨毛ってこうやってなってるんですよ、まあ、絨毯みたいな感じで。そうすれば面積がかなり広がって効率よく吸収できるみたいな、そんな話だった気がするんですけども、なんかそれを触ったことないんだけどね、触ったことないんだけど、そんな感じ、そんな感じです。あんまシルクの裏地もういいやみたいな。でも噂によるとね、噂によるとっていうか聞いたんだけど、着物の裏地をね結構やる人がいるらしいんですよ。で私のあのなんかロカビリーの、ね、店に行ったらすごいスーツ好きの人がいて、お客さんでその人とずっと話したんですけど、着物の裏地を切れてない、なんかねついてるやつ、変な巻物のあれみたいな、巻物のこういうやつ、棒みたいなやつがついてるやつで、全然着物詳しくないからわかんないんだけど、それを買えばまあやってくれはするって言ってましたね。まあ裏地持ち込み OK のお店だったらね、スーツ屋さんだったらいいよね。いやだからさ、もういいじゃんって思って、なかなかね、それね、いくらすんのよって思うじゃないですか。ヴィンテージ品っていうか、着物ってあの骨董的なものが多くて、でさらに価値がわからない人が断捨離ですごい売りまくると思うんですよ。で物によってはなんと1500円とかそんな程度で買えるらしいです。いやすごくない ?1500 円でそんなもんが手に入ったすごいよね。絹とかでさ、そういえばなんか絹とシルクの違いってあんのかな、その英語なのかな、英語かなんかの読みの違いだけじゃなくてね、なんかあんのかな、そういえば気にしたことないんだけど、まあとにかく裏地はあまり遊ばない。なんでそんな話になったんだあ、そうだ、あのものすごい飛んでるね。いや俺シームレスヒールだから、それがねスーツでいう本台場っていうのはあのこれは違うんだけど、ここにね、ここがスーツの生地がまっすぐ一直線じゃなくて、こうやってなんかこういうポリープみたいなポリープみたいな感じになってるもののことです。生地をたくさん使ってるからちょっと高くなっちゃうんですけど、まああのもその由来っていうか何の名残かっていうと、もともとスーツっていうのは、うん、なかなか手に入んないもので高いし、親から子に譲ることが多かったらしいんですよ。でそれでサイズ調整をするためにつけてあったやつらしいです。あとあの襟の裏側の上襟の裏にヒゲっていうなんか意味わかんないチョンってついてるやつ、ヒゲっていうんですけど、それもねもう同じような意味合いの名残でついてるらしいですね、サイズ調整。
ただひげを利用どう利用してサイズをでかくするのかわかんないよ。まあなんかよく言いますよね、子供の身長は親の身長を足して割ってで平均が出るじゃないですか、その平均足す10みたいな、そんなような感じだった気がする。ちょっと詳しくわかんないけど、なんかそんな気がする。だから基本的に大きくはなるんじゃないかなみたいな話ですね。まあ父親が200センチで母親が、ね、150センチだったら、まあそれはちょっと父親よりはでかくなんないと思うけど、うん、まああれによるよね、人によるよね、絶対信憑性はあんまないと思ってはいますけど、でもなんか目安的な感じにはいいですよね。俺意外と引かれやすそうだな、なんか。あ、これ紐を作んなきゃいけないんだ。紐もなんかひどい、もう切れますみたいな、もうダメですみたいな、ベテルギウスみたいなもう死にかけみたいな紐だったんで、紐も作りますけども、紐はねどうしようかな。紐もな、動画にしても、たまには動画にしてもいいと思うんだけどね、まあ、どうせ2作にするんだったら、でもわかんないわかんない、あのすごい長くなるから、こっから長くなるかもしんないんだよね。私あの下地がすぐ終わっても磨きが全然終わんないとかよくあることなんで、何だかんだ今20分ちょいだから、21分くらいだから、まあ40分くらいで終わんかな、全部で。ここで20分やれば、まあそんな急ぐ必要もないし、ダラダラとやります。これはいつ上がってんのかな、ゴールデンウィークにも上がってんのかな。ゴールデンウィークはね、できれば、うん、まあ休み期間中なので毎日投稿したいなと。前もね、お盆休みじゃなくてなんだっけ、あの年末年始は毎日投稿したりとかしてますので、まあ、この前の3月から4月にかけての毎日投稿は全然そういう理由じゃなくて、ちょっと自分を試したかったんですけど、すごい事情言っていいですかなんかコロナのせいだと思うんだけど、 YouTube の収益ねだだ下がりしてんだよね。やばいよ、半端じゃないくらい減ってるよ。なんか本田圭介も言ってたんだけど、40% 近く下がってんだって。確かにね、見てみるとそんな感じだわ。4月になった途端、まあグラフがあるんですけど、折れ線グラフが3月31、4月1日みたいな、そん時驚いてるね、はって思って。いやここでね、でもまあ収益だけの話じゃないから、私は辞めるわけではないですけど、単に飽きたら辞めんかもしんないけどそれはちょっと収益とか関係ない。なんかね、何このコバがすごいぞ。これはいや、ほら分厚いコバっていうのはねいいよね。イタリア靴ってなんか両極端じゃない、分厚いのはもうイギリス靴よりずっと分厚いし、細いのはもう何これみたいな、もう仮縫いみたいな、そのくらいで細いじゃん、薄っぺらいっていうか。だからよくわかんないですよね、イタリア靴ってもう極端、本当にもうごっついかシュッとしちゃってるかどっちかですよね。まあでもこの靴はどちらかというと、うん、シュじゃないな、あのイギリス靴寄りですよね、やっぱり。まああのステファノ・ベーベル、前に見分かせていただいたものはありますけども、あれはまあイタリア寄りのイギリスみたいな、そんな感じでしたけど、これはかなりイギリス寄りのイタリアって感じですね。そういうメーカーによっての、まあ、個性が強いですね。イギリス靴なんて大して違いないじゃないですか、メーカー。エドワード・グリーンとかチャージとかそっくりじゃん、結局は。まあ、見る人が見ればわかるけどね。
でも根本は変わってないじゃん。クロケットも特に変わんないし、アレンは違う、アレンはアメリカだ。アルフレッド・サージェントとかローク、もうロークはちょっとパンキーなとこあるけど、あとなんかあった、まあいいや、ジョン・ロブとかね、いろいろあるけど、まあそんなに個性は強くないと思うんですよね。でもチャーチとかエドワード・グリーンなんかすごいよね。個性を、一般的な個性がチャーチの個性なんだ、ね、セミブローグとかさ、フルブローグもそう、ストレートチップもすぐチャーチってわかるからね、一般的な個性だから、ね、広めたってことなんだろうなっていうふうに思って、彼らがなんかよくわかんないけど、すごいなんだ、落ち着いたツヤが出て、これはこれでこの靴に似合ってる気がするんだけど、気のせい違う、あの早く終わらせたいとかじゃなくて、なんかそんな気がしてきたこの靴は。あんま光らせるというよりかは、このぼやっとした、ぼやっとしてるけどでも光っている、そういうツヤ、まあ、似合うなこの靴。いやでもまあ満足はできないですけどね、全く満足できない。いやコバも結構光ってるし、これでブラッシングすればねもっと光るし、すごいよコバとかね。ブラッシングしないと、でブラッシングする位置っていうのがありましてね、ちゃんと表面後の下地後のね、この辺やったってそんな変わんないです、今やってる部分だけど、こういう細かい部分、ウェルトの間とかあとコバとかは隙間があるので、どうしても届かない部分が出てきちゃいます。それでね、光ってないと目立つ、悪目立ちするから、まあその場合はなるべくブラッシングした方がいいですね。ブラッシングすればかなり良くなります、その目立たなくなる。さすがにね、ネルノでやった方が光るんですけども、まあそんなに分かんないでしょ。そもそもそこがね、ブラッシングしなかったとしてもですよ、しなかったとしてもこの履いてる分にはもう目立たないから、全然そんな世界だから。まあでも靴磨きが好きならこだわっていいと思います、そこは持論です。コバの、コバをね削るとすごい気持ちいいんですよね。コバ削りってあんまり好きじゃないですけど、汚くなるし光るわけじゃないし、別に結構力いるし慎重にやらなきゃいけないし、いろいろと大変なんですけど、ね、まあでも削った後のこの感動はね、それ相応の報酬をもたらしてくれますね。ねえ、シームレスヒールだからな、あんまり慣れてないんだよなシームレスヒール磨き、なんか戸惑うよやっぱり、どうしようみたいな、どこで区切ろうみたいになっちゃう。つま先はさ、言ってしまえばシームレスなわけじゃないですか。まあエドワード・グリーンのあのドーバーとかはね、シームあるんですけど、普通はまあシームレス的な感じやん、こういうところ。もう慣れてんからいいんだけどね、かかとはシームレスだと、腹ってなっちゃう。こっちの方がツヤ弱いぞ。うん、ワックスの色意外といいね。ちょっと赤っぽくなって、より、なんか、イタリア靴に合うような色味が出てきてるな、ふうに思います。さあ、ここで一旦切ろっかな。下地作り終わったから。下地作り終わったので、一旦切ります。じゃあ、後編、楽しみにしててください。それでは。